フォルテです。はい、どうもフォルテです。今日は掛川のピアノ工場に来ました。皆さん見てください。これから早速潜入していきたいなと思います。皆さん見てください、ここにもたくさんの音符が散らばってます。はい、ドミソラシとたくさんの音がありますね。あれ、こっちには何だ、なんだなんだ、ドレミファソラシド、1マッチョ2マッチョ3マッチョ、あい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 、1マッチョ2マッチョ3。この鍵盤を使って10の1チャレンジをやっていきたいなと思います。ドドドドミドドドミドドド。はい、こちらが店内です。おっと、これが原点、ヤマハの原点、電子オルガン、来たしてくれた内容については喋れないので、僕のアテレコで行きまっちょ。確かこのピアノはかなり古いもので、象牙を使用した鍵盤で少し黄ばんでますよね。これが象牙の良さです。日本ここからも来た方しか教えてもらえないので、僕の内容でいきます。これはピアノの内部、ハンマーを用いてコツンコツンとテコの蹴りトコントコントコンみたいな感じでやってるんです。おっと、これがアップです。ものすごく美しくないですか。僕これキーホルダーにしてもらったんですけどね、ものすごく僕ハマっちゃってます。ピアノ15台分をエクソムテープ、僕だ、これいい二頭筋のトレーニングになりますね。いいですね恥ずかしいです。これが鏡板に使われている木の素材です。いろんな木を使って、一つの鏡板が出来上がるそうなんですけども、確か詳しくはちょっとね、直接行って聞いてみてください。で、これがいろんな木を使ってるっていうその木の紹介、うん、ものすごく木がたくさんあるね。おっと、これが木の集合体。これピアノの端材を、ピアノの端材を工場とか作る過程で残してスリーにしたそうです。これ一家に一台あってもいいかもしれませんね。ご検討ください。どうもみんな、スパイのフォルテです。これから秘密でヤマハの工場見学に侵入したいと思うんですけど、ちょっとねこれを開けたら入れるそうなんですけど、ちょっと飛び込んでいきたいなと思います。あれ開かないですね。あれ開かないですね。セキュリティの関係で皆さんにお見せすることができないので、ここに来たらリアルに工場見学ができるそうなので、皆さんぜひ聞いてみてください。それでは行ってきまっちょ。はいはいはい、ちなみにものすごい好評だそうで、まさかの夏休み皆さんも埋まっちゃってるそうです。ですので皆さん、工場見学したいときは夏休み以降にお申し込みくださいとのことです。はいはい、本日は特別に C5 の剪定のね、体験をさせてもらえることになりました。3台の C5 があります。ですが、できた年代とか全然違うため、ものすごく音に違いがあります。動画上では伝わりにくいかもですがね、今から弾いて試してみたいなと思います。伝わればいいな。3台目いきます。
回特別に剪定の体験をさせてもらえるということで、ちょっとね皆さんにもその音の違いを感じていただけたらなと思います。でこの3段の中で僕もしお金があったらどれを買うかみたいな感じの最後の剪定までちょっと軽くやってみたいなと思うので、皆さんも自分の好きなピアノを見つけてみてください。それでは1台目いってみましょう。3台の音色の違い分かりましたか？僕が弾いた感想では、もし僕が3台の中でどれを選ぶかと言いますと、まあ、こういうのは結局ね直感的なものがあるんですけども、音楽筋肉ルーレットでいきたいなと思います。1マッチョ、2マッチョ、3マッチョということで、じゃあ歌います。1マッチョ、2マッチョ、3マッチョ、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、2マッチョ。僕は多分2マッチョを選ぶと思います。もう一度聴いてみましょう。なんかね、僕がなぜこれを選んだかというと、なんか少し音がまろやか、この2つに比べて。こっちは多分かなりまろやか、この中まろやかの中でも多分まろやか具合が一番トップなのは多分こっちなんですよ。でこの3台目の方はまろやかではなく、どちらかというとその何音が直接届くような形の音で、まろやかって言葉がその合ってるかどうかわからないけど、僕はその中で一番弾いてて中和されたような感じだったのでこれ選んでみました。ちょっといきますね。なんか僕のその弾いてる音の大きさとかに合ってるかなと思いました。いい意味でまだ出来立てっていうのもあって、その音がいい意味でこもったというか、いい意味でまだまだこれからその多分弾き込むとどんどん音が変わってくるんだろうなっていうのを楽しめるかなっていうので、僕はちょっとこれをまあ仮想体験でお金があったらの話で。多分これにするかなと思います。皆さんはどれが好きだったですか？コメント欄でちょっと1マッチョか2マッチョか3マッチョどれが好きだったか教えてください。今回小室哲哉スペシャルっていうね、お宝鑑定団では3000万の値段がついたピアノをね、皆さんに聴き比べしてもらおうかなと思います。この3000万と後でフルコンの2000万円のピアノ、トータル5000万かかった撮影をしていこうかなと思います。それでは10の1で聴き比べしてください。ピアノ弾いて思ったことは、ただただ欲しい、それだけです。かっこよくてでかい、そしてフォルテスペシャルみたいな感じでね、作ってもらえるように僕もどんどん成長していこうかなって思ってます。何がこのピアノ良かったかというと、音が飛ぶんですよね。でかなりやっぱなんか弾いたところによると、ハンマーまでもかなりもうものすごくもう時間をかけて作ったそうで、でかなり音もクリアに一個一個の音がパーンって音が鳴って、ものすごくいいなと思いました。ものすごく聞きやすくて、で音も耳にすぐ馴染んでいいかなと思いました。ピアノ弾いた感想としてはね、小さい部屋ではなく大きいホールで弾くと多分ものすごく音がゴワーって出るんだろうなっていうのを改めて感じました。やっぱり長い分弦も長いんで、ものすごく大きいいい音が出るので、まあね、僕がまあ将来お金持ちになったらホールを作ってこのピアノ CFX をぶち込みたいなと思ってます。ここには白いピアノがあります。あ、これは電子ピアノですね。最近の電子ピアノは本物に近いですね。こっちにも電子ピアノがあって、これ清塚信也さんの手だって。お、俺と同じぐらいやん。俺の方がちょっと大きいんじゃない？俺と同じぐらいかな。上原ひろみさん、
あ、俺の方がだいぶ大きいな。小曽根さん大きいな。次に多分ここに来るのが、フォルテ君っていうのが多分ね、いつか来るのを祈って。はい、このピアノ日本っぽいですね。音を聞いてみましょうか。あの普通のピアノですね。かわいいですね。で、小室さんのピアノがあって、で、なんだこれは。グランドピアノアクション、限りなくグランドピアノに近いたち。そんなな、電子ピアノがグランドピアノに近いわけがないよ。限りなく違う。そんなわけあらへん。触った瞬間にね、もう電子ピアノって言ってやるよ。本物やないかい。はい、それではね、いろんなピアノ触って楽しかったんですけど、終わりたいなと思うんですけど、よし、帰りますか。あ、ちょっと待ってください。どうしたんですか。ちょっとせっかく来てくれたフォルテ君にお土産を。お土産をお願いしました。通常、あの普通の一般の方にはお渡しできないものなんですけど。マジっすか。ピアノと同じ、木で作りました。フォトフレームと。おお、すごい。2人が映ってて、でマッチョが漏れてるんではないかなと思います。マジですか。はい、ありがとうございます。遠いところからわざわざ。プレゼント企画ではご用意しておりません。特別にありがとうございます。あ、ありがとうございます。皆さんぜひこの工場を来て、いろんなピアノ触ってみてください。ではちょっとサインをということで書いてみたいなと思います。初めてサインを書きます。サインが完成しました。僕フォルテ筋肉を描きました。ここに遊びに来て、皆さんぜひともタインと一緒に写真撮って、たくさん SNS に拡散してください。まさかの僕のこんな絵がね、 SNS に乗っかるとは皆さん思ってないので、ぜひ来た方はこれと一緒に写真撮ってみてください。はい、潜入調査終わりました。皆さん、いろんなことが分かったんじゃないですか。世の中には様々なピアノがあるなと思いました。今回これができたっていうのは、本当にヤマハさんの YouTube で流してもいいよってことだったので、特別に今回撮影許可もいただいて、たくさんご協力いただきありがとうございました。まあ、みんなね、ヤマハのピアノぜひ触ってみてください。めちゃくちゃ楽しくて、また来たいなと思いました。いろんなピアノに触れる機会あるけど、ものすごく楽しかったので、次はベッドを持ってきてここで寝る準備をしていきたいなと思います。嘘です、ごめんなさい。ヤマハさん、ありがとうございました。ヤマハさん、またお願いします。皆さん、これからも僕はいろんな調査をしていきますので、ぜひともフォルテチェックよろしくお願いいたしまっちょ。小室さんに送ります。あ、怒られるか。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、細マッチョ、マッチョマッスルマッスルボーイ。